どうも、ラッチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。僕なんですけども、サンサーバーの登園決議という連盟さんにですね、お世話になってるんですけども、そこの名手であるガリュウさんがですね、ツイッターで、編成相談なんかをやってるということはですね、今までの動画でお伝えさせていただいておりますし、概要欄にですね、そのガリュウさんのツイッターへのリンクっていうのも貼ってあるんですけども、その編成相談以外にもですね、面白いことをツイートされてまして、それがですね、シーズン1の最強編成の紹介というのをやってたんですね。シーズン1というのはまさに今やってるシーズンということになってるんですけども、シーズン2になるとですね、また武将が増えるんで、最強編成ではなくなるかもしれないですけども、シーズン1では一応最強と言われてる編成を紹介しますということでですね、天下槍という編成をですね、紹介してるんですね。そちら、僕ちょっとそのツイートを見た時にですね、よくわからなかったのでスルーしてたんですけども、そのツイートを見てからまあ1週間ぐらいが経ったということでですね、だいぶゲームの知識っていうのもその時に比べたら深まってきたのかなということでですね、今回はその天下槍の、解説に挑戦していきたいかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。で、誰をその編成に入れるのかというところなんですけども、今見ていただいている通りですね、諸葛亮と趙雲と劉備と、この3人で編成を組むわけなんですけども、で、一応ですね、戦法なんかも全て変えてくれてますよね。で、今回はですね、なぜその戦法をつけるのかみたいなのを説明していきたいかなと思います。これが分かることによってですね、これ一応全部 S 品質の戦法ということでね、最強だけあってなかなか手に入れにくい戦法が多いんですけども、まあ代用のなんか戦法みたいなのもね、考えれるんじゃないかということでですね、一つ一つ見ていきたいかなと思うんですけども、まずは諸葛亮から見ていきたいと思います。はい、まずはこの編成の首相である諸葛亮ですね。固有戦法はですね、敵軍2人に対してアクティブ戦法発動時、35% の確率で、発動を失敗させ、計略ダメージ、ダメージ率 100% 知力の影響を受けるを与えると。で、自身が首相の場合はですね、まあ、今回のケースですけどね、計略ダメージを増やすとあるんですけども、双方の知力差の影響を受けるということで、自分の知力と相手の知力、まあ例えば相手の知力が10みたいなめちゃめちゃ低くて、自分が100とかえてなったらですね、まあ90っていうことですかね、の影響を受けるということが、まあ、書かれてるわけなんですよね。で、これ見るとですね、アクティブ戦法を、失敗させるというデバフって言ったらいいんですかね、なぜ相手の動きをこう止めてしまうみたいなね、戦法になってるわけなんですけども、これと何を合わせるのかというのをですね、見ていきたいと思います。まず一つ目が混迷乱遊ですね。こちらの戦法なんですけども、はい、こちらは S 品質の戦法でですね、消去か再演からですね、継承できる戦法ということになっております。敵軍単体の武力、知力、速度、統率を 38% ダッシュするということなんですね。各個知力の影響を受けると。で、2ターンの間持続する2回重ね掛け可能ということが書かれてます。これね、結構えぐい戦法らしいんですよね。むちゃくちゃ強いらしいんですよ。なんで、この消去と再演っていうのはですね、大当たりの星5武将ということになりますね。僕はまだ引けてないんですけども、なんとか引きたいかなということですね。で、何がエグいかというとですね、まあ、相手のステータスを、まあ、4種類もですね、下げて、その下げた分自分が上げれるということなんですね。しかもそれが2ターン継続する上に重ね掛けまでされてしまうということ。で、さらに発動確率が 55% と非常に高いということなんですね。バフデバフを合わせ持った戦法ということになってますので、先ほどの諸葛亮の知力差の影響を受けるというのとですね、ものすごいシンクロするわけなんですね。これで相手の知力がガクンと下がって、こっちの知力がガクンと上がるわけですから、で、その差がですね、ダメージの影響を受けるということだったらですね、諸葛亮とものすごい、まあ、親和性の高い戦法ということになるわけなんですね。なんでこれを一つ装備させてるということだと思います。そしたらもう一つ見ていきましょう。はい、もう一つはこれ、背中蛇影とお読みするんですかね。で、一ターンの間準備しということで、これ準備期間がある戦法ではあるんですけども、敵軍複数括弧2人に1回計略攻撃で、を発動するとともに、自軍複数括弧2人ですね、の、体力を回復さ、兵力を回復させるということになってます。で、知力の影響を受けるということになっております。これも、一応ですね、佐治と宇吉から、
継承できる戦法で S 品質ということで、なかなか入手が難しいところはあるんですけども、知力の影響を受ける戦法で、ね、ダメージを与えてしかも回復もしてくれるということで、まあ、2つのね意味を持つという戦法になってるわけなんですね。で、準備期間がある分ですね、この計略ダメージに関しても回復に関しても効果はかなり高いということで、これは知力の高い武将に装備させたいですよね。で、さらに混迷乱遊、先ほどのそのバフデバフを合わせ持ったですね、吸収するという戦法あったじゃないですか。あれで知力がガッと上がってる状態でこれを発動させることができたらですね、かなり強いですよね。計略ダメージっていうのは相手の知力が低かったら、まあ、ダメージたくさん与えれますよね。それが言うたら統率、平人ダメージに対する統率で計略ダメージに対する知力っていう感じでですね、防御力は設定されてるわけなんですけども、まあその米乱用でかなり下げられてるところにこっちの知力もさらに上がってるところで計略ダメージを入れれるということでですね、これはまあ入れときたいですよね。せっかく知力が上がって相手の知力が下がってるわけなんでね。で、さらにその知力の影響を受ける回復も込みでとやってくれるということなんで、かなり強力な戦法というのはですね、理解していただけるんじゃないかなと思います。で、この2つを諸葛亮にまず装備させましょうというのがこの展開ですね。そしたら副将の方も見ていきたいと思います。そしたら1人目の副将を見ていきたいと思うんですけども、趙雲ですね。こちらの固有戦法がですね、はい、これ今ググったらですね、一心四端と読むらしいんですけども、こちらの戦法が洞察状態になり、武力、統率、知力、速度を増やすと。自身が主将の場合、まあこれはちょっと関係ないですけども、洞察状態になるっていうことはですね、状態異常を受けませんよっていうことですよね。で、武力とか統率みたいなステータスをドカンと全部まとめてあげてくれますよということですね。なんで自分をこうバフかけて強化してですね、しかも状態異常にならんということで常に活躍させられる状態になりますよということなんですよね。かなり強力な感じがしますよね。大体三国志のゲームって趙雲ってね、すごいどのステータスも高いみたいな武将でね、出てくることが多いんですけども、この、三国志新戦でも例外なくですね、武力、統率、知力、速度と全てがですね、まあ普通の武将以上のステータスを持ってるというね、非常に強い武将になるんですけども、それが固有戦法でさらにこうワンランク上のステータスを得ることができるということですね。これで無双しだすというような、ね、固有戦法になってるんですけども、こちらの趙雲に装備させてる、ね、戦法がですね、はい、破人再建って読むかな。これも戦法の継承が孫策と、ね、文集ということで、両方星5武将ということでですね、 S 品質の戦法ということになってるんで、なかなか入手機会はないんじゃないかなと思うんですけども、孫策に関してはですね、一応この最初スタートダッシュでですね、このゲームをやりだしたっていう方だったらですね、ほんのちょっと課金するだけでもらえる武将ということになってますので、そこまで入手難度は高くないんじゃないかなと思いますね。文集も結構ガチャで出るというのは聞いております。でですね、内容が一旦の間準備し、敵軍複数の統率知力を、下げると。で、2ターンの間継続すると。また平人攻撃を1回発動するということですね。なんでこれデバフをかけた上に攻撃を繰り出すということになってるわけなんですね。でですね、1ターンの間準備しっていう戦法って、まあ割と僕使いにくいんじゃないかなと思うんですよね。というのがですね、準備してる間にですね、何か状態異常をかけられて行動できなくなってしまったら、せっかく戦法発動の確率でですね、当選してるのに、言うたら繰り出せないみたいなことになりますよね。ただ思い出してほしいのが、趙雲の固有戦法ですね。っていうのがですね、一応その、相手のその状態異常を一切受け付けないという効果があると、洞察状態になるっていうことですね。が記載されてたのを思い出してほしいんですけど、ということはですね、この準備期間がある戦法っていうのがですね、結構その内容は強力になってるので、気兼ねなく使えますよね。状態異常にされたらどうしようっていう不安をですね、その趙雲のこういう戦法が払拭してくれてるわけなんですね。で、統率と知力を下げるっていうことは、いかなる攻撃に対しても防御力が下がってしまうっていうことですね。統率が下がるっていうことは、平人ダメージが、まあ、たくさん受けてしまうと。で、知力が下がるっていうことは、計略ダメージをたくさん受けてしまうということになってるんですけども、これね、80% ポイント低下させるって相当エグくないですか？むちゃくちゃ下がりますよね。
ほぼこれ無力化されるって言うてもいいんじゃないでしょうか。でですね、知力が下がるっていうことは、相手が軽力ダメージを打ってくるような武将だったとしたら、そちらの火力っていうのもまとめて下げてしまうということになるので、これはかなりえげつない戦法になるんじゃないかなと思いますけどね。なんで与えるダメージっていうのは相当でかくなるなというのが予測される戦法ではあるんですけども、発動確率は 35% とかなり低めな上に準備期間があるという内容になってるんですね。もうこれだけでもあの壺にはまれば強いんだろうなっていうのがなんとなくわかりますよね。そしたらもう一つの戦法を見ていきましょう。はい、もう一つの戦法が臥薪嘗胆ということになってますね。これは孫権から継承できる戦法っていうことになってるんですけど、孫権ってなんか星5武将の中で一番当たる確率低いらしいんでね、それを継承に使うということでかなり贅沢な、まあ、戦法ということになってるんですけど、まあ、それだけですね、やっぱ最強と言われるにはそんぐらいやらないかんということになるんでしょうね。で、敵軍複数に1回平人攻撃を発動するとともに、25% の確率で、状態異常を付与するというか強行状態にするということかな。強行というのは行動不能状態にするということで、かなりえげつない状態異常ということになっております。一旦継続するということになってますね。でこれちょっとややこしいんですよ。 25% の確率での後括弧自身の連撃洞察先行必中破陣の状態数によると、状態1回増加につき確率が 10% 上昇ということが書いてますよね。で長雲の戦法でですね、こういう戦法で常に洞察状態になってますよっていうことは述べさせていただいたんですけども、つまりこの括弧内の、連撃洞察先行必中破陣のうちの一つをもう長雲というのは確実に獲得した状態で戦ってるわけなんですね。なんでこの言ったら強行状態を付与するというのがですね、 25% の確率でっていうのが 35% の確率で、付与するということになるわけなんですよね。でこれ敵軍複数ですから2人ですよ。3人中2人が行動不能状態になったりしたら、もうこれたちまち何にもできなくなってしまいますよね。もう向こうからしたら殴られ放題と、しかもなんかいろんなさっき説明した混迷なんたらとか、あとその破陣なんたらで、まあ、デバフもかかりまくった状態でですね、殴られ放題でやり返すこともできないみたいなね、もうなんかハメ技に近いようなね状態になっちゃってるわけなんですけど、これも一応戦法発動確率がですね 45%、 まあこれまあまあ高いですよね。えぐいですよね。ただまあ戦法が1個も発動してくれないっていうパターンもあるんでね、それはこのゲームの妙だと思うんですけども、発動したらもう本当に相手何もできんまま死んでいくんだろうなっていうのが予測されるようなね、戦法になってますよね。そしたら最後劉備見ていきたいと思うんですけど、こちらの固有戦法がですね、人徳なんたらっていうのを書いてますけども、これはですね、回復ですね、まあ完全にヒーラーの役割ということになってるんですけど、プラスアルファ 10% の確率で敵軍単体を虚弱状態、かっこダメージを与えられない状態にするということになってますね。なんでこうバフデバフみたいな戦法は使えるんですけども、ダメージを与えてくることはできなくなりますよというのがこの、虚弱状態ということになるんですけども、これも結構えげつないなというところですよね。しかもこの回復量が相当でかいということもあってですね、このゲーム中最強のヒーラーであると言われている部分がありますよね。でこの劉備を3人目にすることによって、これ全員が職のパーティーということになってますよね。で、建築でですね、同じ勢力3人揃えたらそのバフがかかりますよっていうような項目があるので、そういったところをしっかり上げてるとですね、さらにこの天下槍の編成っていうのはですね、効果を上げてくることになるんじゃないかということは予測できますよね。でこの劉備に装備させる戦法が何かというところなんですけども、はい、一つが白磁兵ということになってますね。これ陳刀、まあ、これも星5武将から、継承できる S 品質の戦法ということになってるんですけども、槍兵を向かうところ敵なしの白磁兵にランクアップすると、で、自軍全体が通常攻撃後に 40% の確率で目標に軽略ダメージを与えるということが書かれてますね。で陳刀が逃走する場合とかいうのはもう無視でいいと思うんですけども、これ 40% の確率で、まあ、むちゃくちゃ高いわけではないんですけども、これ自軍全体がということになってるので、まあ、部署3人いますよね。3人がですね、全てこの 40% の確率というと抽選を行うことができると。で当選したらですね、知力の影響を受ける軽略ダメージを与えることができますよということなんですね。
で、この3人の武将ってもう諸葛亮は言わずのもうガナなんですけども、まあ言うたら三国志内で一番頭絵的な扱いを受けてる武将なんで知力は相当高いと。で、趙に関しても武力の方が高いですけど知力もそこそこいいと。で、劉備に関してはステータスは全体的に低いですけども知力に関してはそんな悪くないということになってるので、まあ、武力で全体的に攻撃するよりは知力で全体的に攻撃した方がかなりダメージは出るんじゃないかなと思いますけどね。で、一応混迷なんか使ってバフデバフもしっかり効いてますしね。まあ破陣なんかもそうですけどね、長雲のね、ああいった戦法でしっかりバフデバフが効いてますので、その状態でですね、こう3人が 40% の確率というですね、まあ、そこそこ高い確率で抽選を行って、で追加ダメージを与えることができる機会をですね増やしているということになっているので、この白磁兵を装備させているということになってそうですね。で、最後もう一つがですね、はい、八門金さんの陣ですね。こちらはですね、宋陣から一応継承できる戦法ということになっているので、まあ、全てですね S 品質ということでね、なかなかこの編成を育成しようと思ったら時間はかかるというか、かなり課金戦とですね揃えることはできないんじゃないかなと思うんですけども、戦闘開始後3ターンの間、敵軍2人の余ダメージを 15% 減らし、自軍の首相を先行状態にするということが書かれてますけども、これはですね防御力アップっていうよりは相手に対するデバフって言ったらいいところですかね。これの、まあそうですね、言うたら役目って言うたらですね、全体的に硬くするというのがでかいですよね。これ 15% って書いてますけども、これレベル最大にしたら 30% ですからね、しかも戦闘開始後3ターンですよ。3ターンもの間、敵軍2人がですね、与えてくるダメージを 30% も減らしされるということになるんですよね。結構この編成の泣きどころって、まあ、劉備がヒーラーやってるんで、劉備があっという間に死んじゃったら結構きついなっていう部分はあると思うんですけども、この八門金さんの陣を装備させることによってですね、劉備も死ににくくなるということですよね。劉備が死ににくくなったらですね、さっきの白磁兵を、まあ、発動する機会というのも全体的に増えますし、ということも考えて、まあ、非常にこうバランスの取れたですね戦法たちをですね全ての武将につけることによって最強の、まあ、編成と呼ばれているというのがですね結論ということになると思うんですけども、本当によく考えられてますよね。まあ、その、CBT の段階でですね、あのプレイヤーの方がいろいろ考えたのか、それとも、まあ、中国でね、三国志戦略版でしたっけっていうゲームでですね出てるゲームなんで、その時からもうすでに言われてる編成だったのか、この辺は知らないですけども、まあ、このゲームに精通した人たちがですね考えに考え抜いて、まあ、導き出されてるこの編成ということになってると思いますので、使ったことはないですが相当強いんじゃないかなと思います。ただ使える人っていうのもですね、まあ戦法が S 品質であるということもあるのでですね、限られてるんじゃないかということでですね、まあこの S に代わる A の、まあ、品質の戦法ぐらいだったらですね、まあ普通の人でも育成できると思いますので、ね、似たようなですね効果の円品質の戦法を見つけていただいてですね、代わりにはめ込んでいただけたらなと思います。またそちらの方もですね、僕でできるようなかったらですねやってみたいかなと思うんですけども、今ちょっとそこまで調べる時間がなくてやってないっていう段階ではありますけどもね、ぜひまあやるかどうかわからないんですけど、やった時は見ていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。そしたら、ね、現時点で最強と言われている天下槍という編成を紹介させていただきました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンのチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。で、この天下槍を教えてくださったうちの連盟の名所がですね、ガリュウさんのツイッターのリンクなんかもですね、概要欄に貼っておきますので、そちらの方から、ぜひ飛んでいただけたらなと思います。編成相談、もししなかったとしてもですね、その編成相談に答えているツイートっていうのを読むだけで、かなり勉強になると思いますのでね、三国志新戦をプレイされてる方やったら必見になってると思いますので、ぜひ見てみていただけたらなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。